靖国神社の石柱に落書きをしたという中国人の男が ANN の取材に応じました。理由只有一个，嗯，希望以后不要再往大海里排放核污水了。嗯，那个是，这是我的最终目的。男は落書きを認め、福島第一原発の処理水の排出を止める目的で、日本人が一番注目する靖国神社に落書きをしたと話しました。今回の事件については、後悔も反省もしておらず、自首するつもりはないとしています。男は帰国後に、公安などからの取り調べは受けていないということです。